皆さんこんばんは、くびれ専門トレーナーのエミリーです。今日の動画は明日までにむくみを撃退してどうにかする方法をお届けしたいと思います。日本に一回帰ってた時の動画でむくみがやばかったっていうのを一回話したじゃないですか。覚えてますかね。どうしても日々気をつけてでもむくんじゃう時ってあると思うんです。プラスその翌日友達と遊びに行く、デートがある、なんかちょっと写真を撮る場面があるとか、すごい大事なイベントって皆さんね、いろいろあると思うので、そんな時のために緊急むくみ撃退リスト、私がやって本当に効果があったなっていうものをまとめたので、それを皆さんにお話ししていこうと思います。今日もですね、しっかりとプレゼントを用意しておりますので、動画の終わりにキーワードを楽しみにしていてください。それでは行きましょう。エミリーチャンネル。むくむときって、だいたい前日やらかしてるじゃないですか。例えば、飲みすぎたとか、食べすぎたとかね。この二択しかほぼないかなっていう感じなんですけど、まあそれかまあ、疲れてるとかもあるのかな。食べすぎ、飲みすぎの場合っていうことで今日はお話ししていこうと思うんですけれども、前日やることまとめました。まずは、有酸素運動ですね。これは、ウォーキングでもいいし、軽いジョグとかでもいいんですけど、30分から40分ぐらい。ポイントはしっかり汗をかくっていうのがポイントです。むくんでるときって、炭水化物をいっぱい食べたりとか、塩分を結構取っちゃってるっていうパターンだと思うんですよ。炭水化物がですね、やっぱり体に取り込まれる時に 1g あたり、まあ、約 4g ぐらいの水分を必要とするっていうのもあって、で、それによって体がむくむっていうのもあるんですよね。なので、その炭水化物食べすぎちゃったとか、まあ、塩分取りすぎちゃったっていう方の場合は、ぜひちょっと汗をね、流してほしいと思います。もしね、飲んでたりとかした場合、このまま有酸素ってできないと思うので、そういった方は入浴をしてください。お酒飲んでる時の長風呂って、あんまりね、おすすめされてないと思うので、まあ、軽くでいいです。そんなにこう無理して入る必要ないですし、まあ、最悪ね、ベロベロだったら、そのまま寝てもらって大丈夫なんですけど、入れるんであれば、軽く汗をかく程度に入浴してもらえるといいなと思います。二つ目がセルフマッサージです。もうこれはリンパの流れが滞りやすい足首とか膝の裏とか鼠径部とかを中心にもう全体バーって流すだけでもいいので、痛すぎない範囲でいいので、お風呂入ってる間にガーッと全身やっていただいて、そうするとやっぱ流れが良くなりますし、翌日のそのおトイレの回数増えるので、これね、ぜひほんと5分でも、もう2分でもいいので、ちょっとやってみてください。3つ目がお白湯を飲んで寝るです。これは全然水分なので、常温の水でも、冷たいのが好きであれば冷たいお水でもいいんですけれども、水分をしっかりとってもらいたいなと思います。お酒とか飲んでる方でよくあるんですけど、お酒飲んだからお水も取ってるような気になっちゃって飲まずにそのまま寝ちゃうとかだと、水分どんどん体から抜けていくので、なるべくですね、お酒と別で水分は取ってもらった方がいいです。ご飯ちょっと食べ過ぎちゃったとか、まあ、塩分取り過ぎちゃった人も水をある程度、まあ、コップ1杯分ぐらいでいいので飲んでもらえればなと思います。寝る時間が極端に短いと、それもそれでやっぱむくみやすくなっちゃうので、最低でも 4,5 時間は寝てもらいたいなと思いますが、なるべく早く寝ますよね。そして翌日です。イベントごとの日だったとして、ここはちょっと早起きできたらいいなっていう感じなんですけど、まず1つ目、お白湯です。また水を飲みます。とにかく水を飲んでください。しっかりと 500ml を起きた瞬間から1本飲みますとかっていうことではないんですけど、コップ1杯しっかり飲んでもらって、トイレに行く回数を増やしてください。お水一杯飲んだ後は、ブラックコーヒーおすすめです。これも何も入ってないコーヒー、ホットでもアイスでもいいんですけれども、利尿作用を促していきます。老廃物をとにかく流したいという感じです。なので、ブラックコーヒーをですね、しっかりと飲んでください。で、3つ目が、暖かくした状態のお風呂に入って半身浴するです。お風呂を暖かくする機能がついてないお家の方もいると思うので、全員が全員じゃなくていいんですけど、湯船がある方は、ぜひ湯船に入ってもらえると、むくみ取れやすいです。私の写真出しといてもらいますね。ドバイから帰ってきて、10時間フライトした後で、そもそも気圧のむくみもありながら、ラーメン食べた後の次の日の顔からの、今話したことをやって、で、お風呂に入った後の私の顔、めっちゃ違うんですよ。こうやって言ったらね、二重顎になると思うんですけど、もうそもそもこんな感じだったんですよ。で、それがここまで変われたので、変われたっていうか、すっきりした。騙されたと思ってやってみてください。その後なんですけど、食事は塩分とか炭水化物取るとまたむくんじゃうんですよね。でも食べないってやっぱおかしいじゃないですか。私いつもね、食べないダイエットしないでって言ってるので。なので、申し訳ないです。味があんまりないですけれども、ちょっとパサパサめの塩味が
ほぼほぼない鶏胸肉 with バナナ、これ最適解でございます。なんでっていう方いると思うんですけど、バナナカリウム含まれてますので、カリウムまたこちら利尿作用です。鶏胸肉パサパサがいいんじゃないかなっていうところで言うと、アルブミンがあんまり生成されすぎないタンパク質を取っていきたいっていうのがあるので、ちょっとパサつきの鶏胸肉でお願いします。岩塩使ったりとかちょっと味付けたりとかしちゃうと、一生懸命今むくみ取ってるところに塩分が入ってきちゃうので、塩分じゃなくて味ほんのりつけるぐらいでちょっと我慢してください。これで出かけると、空腹で出かけろと言ってるわけではないですから、パサパサした鶏胸肉食べるぐらいだったらっていう方であれば、バナナだけでもいいと思うので、バナナを食べてください。前日から当日、とにかくむくみをなんとか撃退して当日を迎えるっていうルーティンをちょっとお話ししていきました。やることありすぎると再現性ないかなと思って、皆さんがやれそうな感じでまとめてみました。振り返ってみると、まあ、前日ですよね。できるんであれば、お酒とか飲んでないんであれば有酸素して、で、まあ、できなかったらお風呂でもいいです。お風呂入って、セルフマッサージ軽くでいいもいいんで、リンパの流れ、滞りやすいところ流して、お白湯飲んで寝ますよね。なるべくしっかり寝て、で朝起きたらお白湯でしっかりと水分取りつつブラックコーヒーで、トイレにとにかく行く。暖かくしたお風呂だと最高なんですけど、まあ銭湯とかサウナとかでもいいんですけども、お風呂に入る、入浴しますね。まあでも 2,30 分でも全然変わるので、ちょっとしっかりとじっくり汗をかけるような感じで汗をかく。ご飯はですね、鶏胸肉味なしでプラスバナナという感じで、前日から当日の流れでちょっと紹介していきました。これ私すごい効果あったんですよね。で顔が本当に朝起きた時に驚愕するレベル、え？待って、何このむくみみたいな感じだったんですよね。でそこからこう、まあ今ぐらいのところまで持ってこれたっていうのが、なので皆さんもぜひやってみてください。でもし前日のやつはもうやらかしすぎて盛大にもう寝てしまったと、で起きてからでもいいです。当日のルーティンだけでもいいんで、これやってもらえば確実に顔はスッキリしますの で体ももう結構スッキリします。手パンパンになって、もう体もなんかこうむくみがあると痛い辛いみたいな方もね、いると思うので、ぜひやってみてください。日常的にむくみやすくなってしまっている方って多いと思うんですよ。でそういった方っていうのは食生活と生活習慣見直していった方がいいと思うので、お話ししていきたいなと思うんですけど、普段からやっぱむくみやすい方って塩分を結構取る傾向にあるかなと思います。塩分の摂取目安っていうのはいろいろ諸説あるんですけれども、だいたい 7g ぐらいから 10g とか、まあ多くても 12g ぐらいがいいんじゃないかなっていうふうに私は思っているので、外食とか続いてると結構取っちゃってると思うんですね。自炊ができる方もいると思うので、そういった方はぜひ塩分っていうところにも注目してもらえるといいかなと思います。ただ少なすぎるのも逆にむくんでしまうので、ほぼ取らないとかっていう、大会の前とかはまた別なんですけど、普段の中ではある程度ね、塩分っていうものは必要なので、見直しも含めてここ気をつけてみてください。あとは炭水化物を夜ですよね、取りすぎないようにするとか、朝起きた時にやっぱどうしてもむくみを感じやすくなるので、炭水化物を取るタイミングを朝から夕方までには少し多くしてるけど、夜は軽めにしておくとか、そういうバランスを自分の中で組んでみるといいと思います。食習慣とか食生活っていうのも本当に人それぞれだと思うので、ライフスタイルに合ってて心地いいなって思えるものをぜひ自分で探してみてください。であとは食事の中からカリウムを程よく取れるといいかなと思うので、おやつにバナナを食べるとか、カリウムが含まれた食材を選んでみるとかもいいですね。生活習慣の方なんですけど、当日のルーティンに近いんですけども、水をよく飲んで適度に運動して、あとは入浴もいいですよね。血行が良くなって老廃物が出やすくなるので、まあ今暑いと思うんですけど、入ってもらえるといいかなと思います。足をなるべく動かすっていうのもすごいいいかなと思うので、ふくらはぎが体の第二の心臓とも言われていますけれども、筋ポンプ作用っていうものがありますので、お家だったらかかとの上げ下げとかでも全然いいですし、ふくらはぎのあたりを自分でこうマッサージしてあげてから動かしてあげたりとか、やるのめんどくさい方はローラーでほぐしたりボールでほぐしたりとかするのもいいので、ふくらはぎの周りを動かしてもらって足も動かすっていうのを意識してもらえると、むくみが取れやすくなっていくと思いますので、食生活と生活習慣の方も見直していってみてください。はい、というわけで今週のプレゼントはですね、今日紹介していったむくみ撃退リストを
PDF にしましたので、そちらをプレゼントしたいと思います。大事なイベントって、いろいろあると思うんです。友達とディズニー行くとか、友達と女子会するとか、合コンとか、わかんない、デートとか、あると思うんですよ。ぜひその時に使ってもらいたいなと思って、この動画全部見直すの大変なので、それをプレゼントさせていただきたいと思います。なんとですね、今回は、チームエミリーの R ちゃんが作ってくれましたので、R ちゃんというとあれなんですけど、リホちゃんっていう方ですね。皆さんぜひ楽しみに受け取っていただければと思います。私のとは多分クオリティが全然違うっていう感じなので、ぜひそちらも楽しみにしていていただければと思います。というわけで今日のキーワードは、むくみです。もう簡単です。ひらがな3文字でお願いします。むくみ。皆さん、いろんなメッセージ送ってくださるんですけど、むくみだけで大丈夫ですので、キーワードだけで大丈夫なので、受け取ってもらえればと思います。今日の動画もご視聴いただきありがとうございました。動画がね、いいなって思ってくださった方は、動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画が配信されている頃には、エミリーチャンネル開設1年記念日のカウントダウンが始まってるぐらいだと思います。ぜひですね、1年目でね、まあ1万人行きたい、1万人行くぐらいの気持ちでやっておりますので、皆さんもどうぞエミリーチャンネルを周りの方に広めていただければと思います。切実です。今日の動画も長くなりましたけれども、ご覧いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エミリーでした。